11月14日は、グレゴリオ歴で年始から318日目にあたり、年末まで、あと47日ある。クロード・モネ誕生。画像は、パラソルを刺す女ベイクライトを、発明したアメリカ合衆国の発明家、レオ・ベイクランド誕生初代インド首相、ジャワハル・ラール、ネルー誕生インスリンを発見した、カナダの医師、フレデリック・バンティング誕生スウェーデンの児童、文学作家、 アストリット・リンド・グレーン誕生。長靴下のピッピ、山賊の娘ローニアの作者第5から九代大韓民国、大統領、牧世紀誕生第6代国連事務総長を務めた、エジプトの国際法学者、ブトロス・ブトロスガあリ誕生、力道山誕生映画、禁じられた遊びの音楽で知られる、スペインのギタリスト、ナルシソイエペス誕生。画像は12歳自家学者。 エンドウ・アキラ誕生。血中コレステロールを低下させるスタチンを発見、開発したイギリス王室の王子、チャールズ誕生第66代、アメリカ合衆国国務長官、コンドリーザ、ライス誕生級ローマ帝国領を回復し、不眠不休の皇帝と称された東ローマ皇帝、ユスティニアヌス一世没藤原失踪、藤原鎌谷没北宗初代皇帝。 超教員没北方十字軍やドイツ騎士団との戦いに勝利したウラジーミル大公アレクサンドルネフスキー没。ソビエト連邦時代に英雄視されたベーリングの探検に同行したゲオルク・シテラー、キロで病没。彼の観察日記がステラー介入絶滅の原因となった進歩的立憲主義者とのポルトガル内戦の果てに多いを追われたミゲル一世。 32年の亡命生活の末に隠し、第十一代新皇帝、皇所帝、翌日に放御する場、聖大校に先立って放御。遺骨から毒殺が判明しているイギリスの小説家、先、第一次世界大戦で戦死。ありがとうございます。